申し込む。母親は水死と判明イコール住宅の2体。埼玉県警、埼玉県所沢市西所沢の住宅で住人の無職入江富美子さん76と別居の次男が伊佐木金光さん53の遺体が見つかった事件で、県警所沢署捜査本部は10日司法解剖の結果、入江さんの死因は水死だったと明らかにした。大崎さんの上半身には複数の刺し傷があることから、捜査本部は殺人の疑いで捜査しており、入江さんが死亡した経緯についても詳しく調べる。捜査本部によると、大崎さんの死因は内臓損傷に基づく窒息だった。二人は入江さん宅の浴室で倒れていた。大崎さんは7日夜に家族が生存を確認。入江さんは同日昼、自宅でゲルバーと会っていた。8日午後に訪問した大崎さんの兄らが遺体を発見した。入江さんと同居していた知人の50代男性と連絡が取れなくなっており、捜査本部は何らかの事情を知っているとみて行方を探している。